音楽違う。相馬が公安の潜入捜査官であるならば、逆にそれを捕まえることで黒幕を引きずり出せるかもしれない。八神は潜伏中の桑名と共闘を目指すが、誰も知らないはずのその場所に相馬が襲撃を仕掛けてくる。来たな。それは楠本玲子の裏切りを示す事態だった。裏切り、裏切りか、まあ、桑名さん目線やな。ファイナルチャプター？夜明け前が一番暗い、はあ、ついにここまで来ちゃったか。そっか。源田先生、昨夜の横浜の件、結局爆弾テロってことになったみたいです。1名死亡、遺体は焼けてしまって身元不明。それが八神の言ってた赤池君か。ああ、ええ、だと思います。こんな最後になるとはな。相馬のことも RK のメンバーのことも記事には出てません。これって公安が情報操作でもしてるってことですかね。公安だってそこまで万能に何でもはできねえと思うがな。あ、そうなん。まあ夜人気のないところで爆弾を仕掛けられたとなりゃ、警察がテロと考えるのが妥当だろう。なるほど、そうかもしれませんね。ただこの先赤池君の身元が判明したところで、爆発現場にいたのは桑名だの相馬だの得体の知れない奴ばっかだ。となりゃ捜査は難航。そのままお見合い入りかもな。この件が江原の痴漢とも一連だなんて分かったら、政権はびっくりするでしょうね。繋がらんで。それより八神は、昨夜電話をよこした気か。いえ、さっきメールで連絡がありました。これから病院に行くそうです。なんだよ、どっか怪我したのか。撃たれた。八神さんが病院行くってよっぽどですよね。めっちゃ撃たれた。怪我の治療ではなく、え、事件の関係者と会いに。めっちゃ元気。病院の関係者って楠本玲子です。あー、そうね。うーん、裏切りだなんだ言われてるけど、八神さんが自習流してそれに従っただけ。13年ってでもあるからな。あ、でも信じらんないよ。よかったね、目が覚めた途端30歳なんて。ゆっくり慣れてけばいいから。だいぶ仕事大変やな。それもすぐ戻るよ。ちょっと人と話してくるだけ。もう鏡は置いときなさい。タイムマシン乗ったみたいなもんやもんな、彼にとっちゃ。でもな、お母さんがいろいろやったことをいつかは知ってしまうやろうけど、それどう受け止めはんのやろう。八神さんと待ち合わせやんな。他人のふりして。あなたが桑名を公安に売ったのは、満君が目を覚ましたから、そういうことだったんですね。今警察に自首すれば、あなたは13年ぶりに会えた満君とまた別れることになる。そっか、それもあります。自首とはまた違うのか。これからあの子は自分の足で歩けるように人生を立て直さなきゃなりません。気が遠くなるような時間がかかるでしょうし、何も目処は立っていません。ただでさえハンディを追っているのに、その上人殺しの子にさせるなんて重すぎます。そっか、闇に葬るために公安に話したんか。お母
ここどこ？ミツル。なーに？ミツル！ミツル！なるほど。これを見て、あの公安のおじちゃんが動いたか。驚きました。まさかこんなことが。しかしこうなると、ああ、どうやら状況が変わりましたね、楠本さん。一人だけなら捨て身の判断もできたでしょう。うん。でもあなたには守るべきものがあるじゃないですか。しかもそれは少し触れただけでもすぐに壊れてしまいそうです。それを守りましょうよ、楠本さん。私たちと手を取り合って。これはそうなびく気持ちも責められない。私には守らなきゃいけないものがあります。そうですね。でもあなたが過去の罪を隠してたことで沢先生が犠牲になってます。そして昨夜は赤池君が首を切られて死にました。桑名もそこに加わることになるんですね。俺も危ないのかな。あの方は昨日どんな様子でしたか。桑名はRK の襲撃を受けた時、あなたに裏切られたことをすぐに察してました。うん、うち分かってなかった。そのことをどう感じてるかは分かりません。これまであいつはずっとあなたにだけは迷惑をかけまいとしてました。あなたの河合信也への復讐は誰にも責めることができないって。あなたは命がけで尽くしてきた桑名の口を塞ぎ損ねて取り逃がした。どんなしっぺ返しが来るかは桑名次第です。だからあなたのことはあいつに任せます。どのみち俺には河合殺害の証拠が何もありません。あなたをどうすることもできない。今日ここに伺ったのはなんであなたが桑名を裏切ったのか知りたかったから、それだけなんです。ミツル君が順調に回復することを祈ってます。桑名さんもミツル君が理由って知ったら、まあ、納得とまでは言わへんけど、まあ分かるなぐらいには分かってくれそうではあるけど、どうすんのやろな。この先どうする。これからどう動くかまずは相談だな。99巻行ってみんなと話そう。全部大っぴらにするが本当の正義って思って突き進んでるけどさ、いろいろ調べていく中でもし本当に大っぴらになったら、まあ桑名さんもただじゃ済まへんし、楠本さんももちろんただじゃ済まへんし、みずるくんは置いてけぼりになっちゃうし、でもそれはもう仕方ないっていう考えなんよね、八神さんは。仕方ない、あーにー、あー捕まった仕方ないけど、なんか現実って酷やなって思うよな。いろいろね、みんなが幸せになるって難しいな。まあ、みんなが悪いことしひんかったらいいだけやねんけどな。だからもうほんまいじめなんかすんなっていう話なんよな。よし、ウェルカム薬局で回復剤スタミナンとかまた買い足してきたので準備万端。さてこれからどうする。ただいま。八神氏、もうお戻りで。
体の調子はどうです？昨夜は爆風で吹っ飛ばされたんですから。あ、そうやったわ。大丈夫？なかなかいい経験させてもらったよタフですな。さすがカムロ町の探偵。爆風で飛ぶのは2回目やな。こっちは桑名の居所を町で聞き込んできたとこだ。収穫は聞かないで。手がかりはなかった。まあね。ちなみに町はどこ行っても RK の連中がウロウロしてやがる。うーん、桑名のやつがどっからとっ捕まったら何かしら動きがあるだろうぜ。そっか、あっちが動くのが早いか。これ昨日桑名から渡されたんだ。あ、そうそう、江原敏郎の写真。桑名さんはこれを渡すためにわざわざ八神氏を呼び出したのですか？ああ、江原に渡しといてくれってことだったんだけど。なんだよ、ひび入っちまってんじゃねえか。それは桑名さんのせい。ちょっとつくもの方で調べといてくれるかただのペンダントってことはないと思う。承知しました。詳しくわかるまで江原には渡さないってこと？そのぐらい別にいいだろ。俺は昨日そのせいで爆死するとこだったんだし時に八神氏、江原の痴漢裁判は今どういう状況です？あ、確かに沙織さんが控訴の準備中。日程はまだだけど裁判所もなるはやで動いてくれてるよ。うんうんうん、その裁判でこっちの訴えが認められれば自然と桑名の存在も明るみに出る。それって楠本玲子とか公安にとってはあまりいいことじゃねえよな。ああ、桑名の素性とかこれまでにやってきた殺しが知れれば多分楠本玲子も関連を疑われることになる。そんな状況になったら年金運用をどうこうできる立場じゃなくなるからね。なるほど。みんな陰でこそこそ自分の正義をぶつけ合ってる。でももうたくさんだ。早くケリをつけないと桑名は公安に消される。俺はあいつをそんな風に死なせたくない。じゃあ八神さんはこれからどう動くつもり？うん、江原の裁判に向けて沙織さんをサポートする。ふん、なんだか振り出しに戻ったなまさか。とんでもないですよ八神氏。え？痴漢裁判を取り巻く状況は当初と大きく変わって完全に別物です。それはそうやな。僕は真実を追うというただそれだけのことが覚も大変なのかと思わずにいられません。そうだね。うーん、でも真実を暴かなきゃ助けられない誰かがいるし浮かばれない誰かもいる。そんなの黙って見てらんないよねやっとわかったか。悪くねえ仕事だろ探偵ってのは。でも大変やなみんな引き続き偉人町で桑名を探してくれるか。俺は江原の件を沙織さんと打ち合わせてくる。了解です。偉人町の監視を強化しますぞ。お願いします。こっちも行くぞ杉浦、お仕事の時間だ。頼むわ。はいはいっとうーん、そうか、カムロ町で沙織さんと江原の控訴に備えるか。全部お任せってわけにはいかないもんな。結局そうね、江原の裁判になるのか。江原の裁判素直にシュッてさせてくれんのかな。あ、あー、元気してた？散歩に連れて行くか。そういえば全然散歩してへんかったなでももうちょっとお留守番しといて。ランポ、いやランポずっとここにいるな。天沢ちゃん心配してへんかな。もうああつくもか、つくもかじゃないや、99巻にいんのねって思ってるかなじゃあまあカムロ町戻るか。いやでも最終章なんよな。終盤やろうなとは思っていましたが、まさか最終章来ちゃうとはな。どうしよう、サイドケース54分の28、全然残ってんねんけどどうしよう。いやうちはもうこの辺全部終わらせてからメインストーリーも終わりにして
はい、カンっていう流れでね、今までもずっとやってきてるので、過去作のシリーズの話ね。今回もそうするつもりでいますよ。いますよ、私は。とりあえずカムロ町戻ろうか。とりあえずカムロ町戻ろう。よし。源田法律事務所、帰ってきましたよ。とりあえず、何しろって言われるかな。沙織さんのサポートってことでしたが。お、皆さん。なんだ、お揃いじゃん。お揃いで。あれ、白崎先生からお呼びがかかったんだ。沙織さん？お前がカムロ町を開けてる間、雑用の手が足りないってんでな。沙織がそんな言い方するわけないでしょ。まあでも、雑用は嫌いじゃないんです。八神さん、ちょうどいいところに来てくれました。これから改めて江原さんと接見しに行こうと思います。ほう、わかった。でも何を話す？痴漢の無実を主張するには、やはり同時刻にあった三越場殺害が江原さんの犯行だったと証明しなければなりません。ただし殺人動画は証拠として認められないので、他の材料が必要です。他、裁判長から出所不明のネット動画は法廷に持ち込めないと言われたんだったな。他？要は新しい証拠がいるってことだ。もしかしたらまだ見ぬ殺しの証拠がどっかに残ってるかもしれん。それを江原と接見して本人の口から聞き出すってことですか？難しいとは思いますけど、でもそうです。かなり難易度高いな。本当は僕も行きたいんですけど、こっちも東さんの仕事を監督しなきゃいけないもんで。何すんの？それじゃ俺が星野くんの部下みてえじゃねえか。星野先生と呼んでくれていいですよ。いつからそんな舐めた口。江原は八神くんにだけは本音で話しているみたいね。だから八神くんが行けばきっとまたこれまでになかった反応が期待できるんじゃない？そうかな。ああ、とにかくやってみるよ。俺も江原とはもう一度話したいと思ってたし。よかったら沙織をお願いね。任せて。それより真冬はこんなとこいていいのかよ。検察から裏切り者だと思われない？何言ってんの。私は弁護側の情報を盗みにここ来てるんだから。あ、なるほど。今の話も高野賢治に筒抜けだと思って。じゃあ用心しなきゃな。用心しないと。では私は支度がありますので、八神さんは少し時間を潰してていただけますか？え、そんなにお待たせしないつもりですが、準備でき次第電話します。わかった。わかった。え、これが最後。八神さん、僕はこれから江原の奥さんに話を聞きに行ってきます。なるほど。奥さんは横浜に別居中ですけど。そう、気になってた。三越場殺しについて江原から何か聞いてたかもしれません。東さんにも手伝ってもらうつもりです。ああ、なるほどね。それで東さんやったんや。はあ、沙織の準備が整うまで時間を潰すってなってますが、ああ、まだみんないてくれてんねや。江原が痴漢か殺人犯か、弁護士たちの間でも結構話題になってるみたいだぜ。三越場の殺人動画が本物かどうかで真っ二つに意見が割れてんだとさ。真っ二つってことは半々、どっちの方が多いとかもなく半々なんかな。その言い方やとほんまなんよな、ほんまなんよな。びっくりするやろな。支度でき次第電話しますね。オッケー。控訴前に江原さんと話すのはこれで最後になるかもしれません。あ、八神さんもそのおつもりで。え、じゃあロケットペンダント渡すのもこれがこのタイミングじゃないとまずいんじゃん。まだ渡さへん気でいるんかな、八神さんは。まあ、あれを調べた結果が出るまでは渡さへんのか。沙織のことお願いね、八神くん。江原の痴漢裁判は警察にも検察にもナーバスな件だから、沙織一人じゃ大変だと思う。私もできる限りのことはするから。にしても真冬さん、もう最終章まで来ちゃったよ。なんか今作あんまり真冬さん活躍らしい活躍してないですよね。
これから大活躍しはんのかもしれへんけど、てか真冬さん、まだ矢上さんのこと好き、狙ってるもう、いい加減次行った方が絶対いいって。街ん中は相変わらず RK が幅利かせてやがんぞ。最近は特に登場会だった連中が堂々と前面に出てる感じだ。船も一人で動くときは用心しろ。そうやったな。別に心配してるわけじゃないもん。もうツンデレって言葉知ってる？矢上さんじゃない、東さん。なあ、ツンデレって言葉を知っててさ、それをなぞってやってるわけちゃうやんな。すごいな。お手本のようなやで。でもそんな東さんが好きやで。いやー、まあ時間を潰すね。カムロ町とか、まあその何サイドケースやるチャンス今やでお知らせ出た時、カムロ町と偉人町は行き来で、ええ準備早っ、え準備、矢上さんお待たせしました。早すぎ。拘置所に向かいたいと思います。今どちらですか？事務所で待ってても大丈夫やった。じゃあ俺がタクシー捕まえて沙織さんを拾いに行こうか。なるほど、わかりました、お願いします。すぐそこやねんけど、事務所出てくれたら落ち合えんで。そっか。でタクシーで東京拘置所に向かう。あ、エージンピラー追われてる。え、どうしようかどうしようか、え、どうしようどうしよう。じゃあもう一回これ、え、あー、タクシーを拾わないと。タクシーを拾うまでは、あ、もう事務所には入れへん感じか。そっかそっか、行っちゃうか東京拘置所。もういいの？ここ選択したら沙織さんも拾って行っちゃうってこと？行っちゃうか。なるほど、残念ですね。殺人動画証拠扱いされないと。あれは法廷で披露してほしかったですよ。一人でも多くの人に。開き直ってんな。動画の内容を事実と認めたら、その時点で痴漢の一審は白紙、無罪にひっくり返ります。検察としては断固江原さんの三越場殺しを受け入れられません。下手したら今仮にあんたが殺しを自供したとしても無視しかねない。それはいい。どう転んでも私は痴漢の実刑だけで殺しの罪を免れる。それが目的やったんやもんな。ああ、俺らにはあんたや桑名の仕掛けが全部わかってる。ただそれを裏付ける証拠がない。お気の毒です。ところで刑務所を出たらあんたは三越場殺しを告白するって言ってましたね。それで痴漢の冤罪を訴えられるし、法廷がみすみす三越場殺しの犯人を取り逃してたことも嘲笑ってやれる。ええ、法が信頼に足るものではないと世間に教えて差し上げたいんですよ。マスコミを通じて大々的にやりたいですね。それはなるほど、できないのでは。その時は何か殺しの決定的な証拠でもあれば告白に真実味が出ますね。もしかしたらそんな何かをあんたはもうどこかに隠し持ってたりして。なるほど。ほう、江原のこの反応は悪くないな。本当に何か三越場殺しの物証が残ってるのかも。そうなんかな。でもどこに何をどう隠す？もう桑名さんの助けは使えないしな。今度の控訴で俺らも何か新しい証拠があるといろいろ様になるんですけど。頭のいい先生たちがそんなことを泣きつきに来たんですか。私は法廷で殺しを認めるつもりはないと言ったはずです。だからその証拠も出す気はない。ロケットペンダント、証拠を出す気はない、怪しいか、ということは何かあるんですか。まだ私たちの知らない三越場殺害の証拠がありそう。何があるんです、江原さん。教えてくれへんやろ。仮にあったとしてもあなた方の手には入りません。
変に期待させてしまったのなら申し訳ないですが。殺しの物証が残ってるとしたらなんだ、江原は何を隠し持ってる。ロケットペンダントぐらいしか今のところ思いつかへんけど、あれが何って言われたら困っちゃうしな。みこしばの死体の一部、みこしば殺害の凶器、みこしばの死体に残した書面？書面？なんだ？全部さ、ありそうやし、なさそうやし。とりあえず行ってみる。なんか桑名さんさ、河合の死体冷凍保存してるみたいな話出てましたよね。それでみんなを揺すってる。みこしばもなんか保存してるか。みこしばの死体の一部とか、例えばそんなものを隠し持ってるんじゃありません。死体にそんな欠損があったんですか。いえ、特にそういう情報はなかったように思います。欠損ってほどでなくても髪の毛とか、あ、そういうの、爪とか、もしそんなのがあったとして、みこしば殺しの証拠にはならないでしょう。それで証明できるのは、私がみこしばの髪を誰かにもらったかもしれないということだけだ。確かにそうですね。赤い毛がさ、爪剥いでた回想シーンあったやんな。まあれはあの回想シーンのイメージが事実かどうかは分からへんけど、みこしばは爪とか剥がされてたはず。まあでもあの物言いからするとそういうんじゃないんか。死体の一部ははぐらかされた、凶器、署名、なんか署名って言おうよな。凶器、死体の一部って想像の範囲な気もするけど、署名ってさ、ここに選択肢になかったら思いつかへんあれじゃない？署名なんかした？でも署名したところで、みこしばの死体ってもういろいろ終わった後、火葬なりなんなりされてんちゃうんけど気になる。みこしばの死体のどこかに署名を残したってのはどうです？画家が自分の絵にサインを書くみたいに。あなたの頭の中じゃ私は随分粋なことをするんですね。殺した死体に自分の名前を彫った、名前じゃなくても、死体に何か自分の痕跡を残したってのはどうです。そうそう、指紋、髪の毛、何でもいい。あなたの DNA が採取できるようなものが死体に残っていれば、殺害現場にいたことが証明される。いえ、それはどうでしょう。え、死後2ヶ月経った死体からこの先新しい証拠が出てくるとは思えません。まあやっぱそうか、発想は面白いんですが。そっか、ちょっと考えすぎたかな。考えすぎたか、ほんまに考えすぎたかもしれん。え、じゃあシンプルに凶器か。そうか、凶器って見つかってへんねやったっけ。そういえばビデオでは包丁かなんかナイフでね、首かきってましたが、あの包丁？みこしば殺害の凶器。そういえば神奈川県警の刑事が言ってました。殺しに使われた凶器がまだ見つかってないって。そっか、ナベさん。なるほど。言ってた。凶器は確か動画には映ってましたね。包丁。ナイフです。あ、まあナイフか。殺害現場で凶器が見つかってないんだとしたら。犯人、もしくはその一味が持ち去った可能性が高い。普通の犯人なら凶器はどこかへ捨てるなり始末します。でもあんたはそうじゃない。法の目を出し抜いて息子さんの仇を取ったと大々的に嘲笑ってやりたいと思ってる。それで、もし痴漢の冤罪で服役した後、あんたがみこしば殺害を告白したって証拠がなけりゃただのたわごとだ。そこに説得力を持たせるには、まだどこからも見つかってない凶器の後出しは実に効果的です。法廷での議論を証拠一つで全部ひっくり返してやれる。いい調子じゃないですか。なら
どこにその凶器を隠したかも推理したらいい。あんたは偉人町で三越芝を殺した後、すぐに池袋の駅に向かわなきゃならなかったはずだ。ただし現場には共犯者もいた。だとすると凶器を隠す時間はいくらでもあったことになります。ああ、だから推理できるのはここまでってことか。他に話がないなら戻らせてもらう。推理。桑名が姿を消しましたよ、江原さん。公安があいつの存在に気づいたんです。公安、うん、うんうん、だからあんたの復讐に最後まで協力できなくなったと、そう伝えるよう桑名に言われました。そうですか。でもそういうことなら彼にはもう十分力になってもらった。もともと二度と会えないものと思ってて。このままじゃあいつは逃げ切れません。公安に捕まった場合、その先にあるのは公正な裁判なんかじゃない。連中は桑名を闇に葬ります。どういうことだ。何が起きてる。江原さんも前に来た時、俺はあんたらが虎の尾を踏んだと言いました。公安に処分されるんじゃん。その虎が公安だったと。そう。でもあんたらのしてきたことを全部明るみに出せれば、公安も迂闊には動けなくなる。桑名を助けるにはもうそうするしかない。手貸してくれ、江原さん。私は三越芝殺しを法廷で認める気はない。そんなことをして敏郎を見捨てた方を取り繕わせたりはしない。桑名さんにも私にもそれぞれ信念がある。そのために命を捨てると誓い合った。命捨てるってそう言って考えることから逃げたいだけだろ。目が泳いでる。そうかもな。ああ、止められへんかったな。八神さん、私が八神さんに依頼したのは江原さんの関わる2つの事件、電車内での痴漢と三越芝殺害を調査してほしいというものでした。でももう一つ依頼を追加させてください。ん？弁護士バッジはまだお持ちですよね。え、江原さんの控訴、八神さんも弁護人としていらしてください。え、今度の裁判には八神さんが必要です。いいのかな。いいよ俺が弁護すると高いんだけど。あ、そっち。源田先生にはよく言っておきます分かった。毎度どうも。こんなこともあろうかと思ってさ、これ、いつも持ち歩いてんだ。あー、ドヤで見せるもんな。知ってます。そう。今はなあ、江原さんも認める気ないって言ってるけど、八神さんが法廷で言いくるめるっていうか説得して、最後には認めてくれるように持ってけるかもしれへん。そのためには八神さんが必要って沙織さんも判断したんやろうな。一日中で海藤さんたちが桑名を探してる。向こうに戻る前にやり残しはあったかな。カムロ町での最後の自由時間となります。そっちのタイプか。どっちかやろうなと思ってん。もうカムロ町も偉人町も行き来できる最後の自由時間みたいになるか、どっちかだけで区切られる形になるか、どっちになるかなって思っていたんですが、カムロ町、そうですか。念のためセーブデータを作成することをお勧めします。またこれより先は物語がクライマックスに向かうため、イベントシーンが長時間にわたって連続します。十分なプレイ時間を確保した上で先に進まれることをお勧めします。はいはい、なるほどね、なるほどね。え、でも夜固定なん。まあ夜しかとか昼しか発生しないとかいうの、カムロ町ではないんかな。
偉人町ではね、暴走族は夜だけとか、なんかそういうのあったけど。あー、そうですか。準備を整え、偉人町に向かうがメインストーリー。でもこうなっちゃったら、サイドケースとかなんやかんややるしかないやんな。街中に出てるサイドケース…でもなんか、あれ例のこの私が着ぐるみに入る理由しかない？できるサイドケースがあったらマップに表示されますよね。意外とカムル町でできることは終わってんのか。 DLC のやつしかない？あ、そうなん？そうなんかな。ちょっと不安やけど、ゲーム内で確認する限りはそんな風に見える。いや、まあもしかしたら偉人町で何かをやってないから、カムル町でできるはずの何かも出ていないとかいう可能性あるけども、それは今更どうしようもないしな。じゃあまあこの感じなら次回もメインストーリーやることになるかな。まずは江原の裁判ケリがつくってことなんかな、次回で。まあちょっとわからへんけど、次回はそんな感じでやろうと思いますので、お付き合いしていただけると幸いです。ということで、ここまで見ていただきありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね。バイバーイ。